伊古賀中学の男子ですー。盗撮したんだって。はい、お前らな、いいこと悪いこと分かってねえのか。おい、もう中学生ぐらいになってれば分別つくだろう。そんなにな、盗撮をしたいんだからな、俺をしろ、俺の日常生活を何でもしろ、さらけ出してやる、気持ちー出してやるから、俺に俺の盗撮をガンガンしろ、受けてなってやる、ガンガン、どんどん来い来い、そのぐらいのこと根性あるか、俺みたいに盗撮するぐらいの根性あるのか。あるんならやってこい、俺がバシバシバシ受けてやるから、持ってこい持ってこい。あのな、またそれをな、盗撮した画像をまた売ってた、どういうことなんだお前ら。大人でさえそんなことやらねえのに、子供がなんでそんなことやるんだよ。子供ってのはな、もっとな、清く美しく育ってるもんだ。何や、金が不思議なら、おい、こんなに金が欲しいならな、おい、どうすんだよ。母ちゃんにな、すいません、お小遣いなくなっちゃいました、くださいって頼み込むんだよ。何回断られても、お母ちゃんお願いしますって頼み込むんだよ。頼み倒してな、お金をゲットするんだよ。肩叩き券とかな、うん、肩叩き券だよ、肩ボン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 叩き券だ、券とかな、うん、肩叩き券とか買い物だよ、買い物に行っててやる、それをな繰り返してやるんだよ。やってな、これをゲットするまでやり続けるんだよ。そうするとな、気持ちがスーッスーッと楽になって、もう何でも母ちゃん母ちゃんって言えるようになるから、母ちゃん金ちょうだい、母ちゃん小遣いなくなったらちょうだいって気やすく言えるんだよ。今はなんか硬くなってるかもしれないけど、気やすく言ったらなんてことない、お小遣いや、これだよ。お金はなこうやってな、お金は稼ぐんだよ。分かったか、こうやって、お金はこうやって稼ぐんだよ。よく見とけよ、お金はな、一生懸命体使って、お金、ちょうだいよ、お金。お金、俺はな、天下の回り者だ、回ってんだよ、回り者だ、お金が欲しかったら、お金が欲しかったら、一生懸命働くんだよ、お金が欲しかったらな、一生懸命働いてゲットするんだよ。こうゲットすればいいんだよ。これ働き、寝てるのもほとんどするぞ。働き、がな、本当に良くないって分かってるわ。おい、盗撮が、おい、金が欲しかったらな、働き、金が欲しかったらな、働くしかないんだよお前な。
俺はな、若い頃はな、大変だったんだぞ。お金稼ぎのにな、何日も何日も働いて、働く気持ちいい